お買い物に行くロリータコーディネート、お勉強の時のロリータスタイル、ハロウィンの時のロリータコーディネート、ロリータデートのコーディネート、ロリータ的スーツ、とにかくゴージャスに派手に。皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回はシチュエーション別のロリータファッションのコーディネートをご紹介します。ロリータデートのコーディネートを紹介します。私たちロリータファッションをしている人たちはロリータデートをロリデって言ってるんですけど、だいたい双子とか女の子同士でデートをしたりお茶会をしたりすることを指しています。今回はちょっとお姫様スタイルなので、お姫様っぽいバッスルの入ったお洋服にしてみました。友達が例えばいたとしたら、同じ柄のお洋服を着てきてもらうように連絡をして双子にしてみたり、色違い、色地って言ってるんですけど、色地にしたりとかしてデザインを合わせたり色を合わせたり、あとは友達が好きなブランドを聞いて合わせて双子でロリータデートすることが多いです。デートをするときは結構アクティブに動いたりお茶をしたりとかするので、私は結構アップスタイルにすることが多いので、髪の毛もアップスタイルにしてちょっと顔周りがシュッとした印象になるように心がけています。自分のテーマカラーに合って自分がすごくテンションが上がる色を選んで着るのが一番デートのポイントかなと思います。お茶会の時のロリータコーディネートを紹介します。とにかくゴージャスに派手に持って持ってっていう感じのコーディネートにしています。ワンピースタイプの方がジャンスカとブラウスを合わせるよりも姫袖があるのでボリュームが出ます。お洋服全体も柄よりも無地でレースがいっぱいついてる方がよりゴージャスで華やかに見えるのと、お茶会はホテルでやることが多いので、ウェディングドレスみたいな形のお洋服にするようにしています。頭物は花冠とあとポンポンをつけたり、ふわふわっとした印象でちょっと動いて揺れるようなシルエットのものをいっぱいつけてすごく盛った感じにしています。うさぎカチューシャをつけてるんですけど、可愛らしさを演出するために猫耳とかうさぎとかクマちゃんとかいろんな耳のカチューシャが出てるんですけど、今回はウサギにしてちょっと高さを出すことによって小顔効果も出てくるので、そういう風にちょっとヘアアレンジで盛ったりとかヘアアクセサリーでいっぱいつけて盛ることによってかなり小顔効果になるので、それもおすすめです。ハロウィンの時のロリータコーディネートを紹介します。ハロウィンの時のロリータコーディネートのポイントはやっぱりボリューム感が一番可愛いと思います。今回はハートの女王のような形のロリータファッションで決めてみました。あとは頭にチュールをリボンっぽくしてつけてボリュームをアップさせたのと、パニエを1枚多めに履いていてよりボリューミーに女王様のようにしたのがおすすめです。赤いリボンがついているのでリップも赤にしてみました。このコーディネートはハロウィンはもちろんなんですけど、10月、11月、12月のクリスマスイベントの時まで着れるようなお洋服のデザインとか柄になっているので、そういう時に着てもらっても大丈夫なのと、ヴァンパイア的なカフェだったりお店で着るのも可愛いかなと思います。旅行用のロリータスタイルです。私は海外に月1回ぐらいイベントで行ってるんですけど、毎回ワンピースを着ていくことが多いです。ブラウスとワンピース2つではなくてワンピース1枚で着れるという利点があるので、これで行くことが多いです。飛行機に乗ったりもするので、パニエで膨らませると隣の人に迷惑になってしまうので、パニエは1枚か、あとはドロワーズだけで行くこともあります。カチューシャなんですけど、なるべくヘアアクセサリーもシンプルなカチューシャとかバレッタにするのがおすすめです。旅行用のロリータスタイルのコーディネートのポイントなんですけど、ワンピースがまず可愛ければいいという感じなんですが、胸元のリボンとあとポケットになっているのでここに
携帯入れたりお財布入れたりもできるんですが、そういう便利なお洋服になっています。とレースもいっぱいついているので、シンプルなんだけど大人可愛いスタイルなので、旅行先でも使えるアイテムになります。入学式や卒業式などかっちりした時のロリータスタイルです。ベイビーさんで出ても言うんですけど、セットアップのジャケットすごくカチッと見えるのでおすすめです。ロリータ的スーツみたいなのを着ることによってちょっと知的に見えたりもしますし、と今回ピンクのメガネをかけて少し頭がいい感じに見せています。髪の毛は三つ編みにして清楚っぽい印象を与えるようにしています。ちょっとジャケットを脱いでみます。多分入学式とかでもジャケットを脱ぐ機会があると思うんですけど、ジャケットを脱いだ時でもブラウスを着て、カーディガンを着ることによってきっちりとした印象にも見えますし、これだけでもお出かけできたりするので、そういう特別な時以外でもセットアップだったらバラバラでも着ることができるのでおすすめです。お勉強の時のロリータスタイルを紹介します。美術館に行ったりとか図書館に行ったり、あと大学で勉強することもあると思うんですけど、そういう時は襟付きのお洋服の方がしっかりとした清楚な印象に見えるので、襟付きのものを選んでいます。派手めのピンクっていう感じだとすごく子供っぽく見えてしまうので、ちょっとダーク系のカラーが入っているような大人っぽいクラシカルロリータスタイルだとすごく可愛く見えると思います。パニエは1枚入っていて少しふわっとさせています。とベレー帽をかぶってと学生風にしてみました。デートの時のロリータコーディネートを紹介します。今回のお洋服のように異性とデートする時の場合なんですけど、あまり露出をするのは良くないなと思うので、少し長めのレースがいっぱいついたお洋服にしています。柄はなるべく大人っぽくクラシカルな方が男性の受けもいいのかなと思うので、ちょっとクラシカル系のお洋服にしてみました。髪型はちょっとラプンツェルっぽくしてリボンを2個つけてみました。なるべくこう首周りが見えた方がすっきりと見えてすごく可愛い感じにもなるのと、お洋服とのバランスもいいので、ちょっとアレンジした方がデートにはいいかなと思います。あとピンクは女性ホルモンを活性化させてすごく可愛く見えるので、淡いピンクを着てデートを盛り上げていってください。お買い物に行くロリータコーディネートを紹介します。まずパニエの数です。いっぱいお買い物をして荷物がすごく多くなるので、パニエもすごく大きいと邪魔になったり障害になるので、パニエは1枚だけにしています。とあまり派手になりすぎるとすごく街中でも目立ちすぎちゃうので、靴下を無地にしています。あとは日焼けをしてはいけないので麦わら帽子をかぶってなるべく日焼け対策をしています。カンカン帽だと特にずれやすいのでバレッタをつけて、バレッタの上にこの帽子が乗っかる形にすると動いてもずれないようになるのでお買い物にも最適です。ハートバッグですね。ミルクのハートバッグなんですけど、お買い物中とかバッグとかを見失いがちなので、必ずチャックを閉めながら肩にかけてお買い物をするのがおすすめです。今回のお買い物のコーディネートのポイントなんですけど、柄がパフェ柄になっていて、ここにイチゴがあるのでアクセサリーもイチゴで統一させるのもすごく可愛いコーディネートのポイントだと思います。あとはカンカン帽のリボンのところにも赤いチェックになっているので、全体的に赤でまとめてみました。シチュエーション別ロリータファッション講座どうでしたか？私はいろいろなコーディネートシチュエーションによって変えているので、皆さんもぜひ参考にしてロリータファッションを楽しんでみてはいかがでしょうか。他にも何十種類ものロリータファッションのシチュエーションコーディネートがあるので、皆さんもよかったら教えてください。それでは。
今回はロリータファッションのコーディネート別ファッションなんだろ、ロリータファッションのシチュエーション別、あーまた言っちゃった、あちょっともう一回です、はい、シチュエーション別ロリータファッション講座、もう一回言っていいですか